はい、しごです。今日はですね、まあ、少しこう、薬害、薬の害ですね、の歴史みたいな話を少ししたいんですけど、まあ、僕たちはですね、昔のことをやっぱり勉強して、そして現代に生かしていかなければいけないんですね。で、まあ、薬のことをっていうとね、こう、新しい薬で開発されたなんて話は、すごくこう、ハッピーな話で、みんながこう、浮き立ってね、ポジティブに捉えることが多いんですけども、それと同時にですね、 新しい薬っていうのはですね、薬害を引き起こしてきた歴史っていうのがあるんですね。一番悲しいなっていう事件で最初に浮かぶのはですね、サリドマイド事件っていうのがあって、これはですね、特に妊婦さんがですね、飲むことによって手足が短くなるような、そういったサリドマイド児って言われるような、形の子供がたくさん生まれてしまったっていうことが歴史的にあるんですね。 まあ戦後ねんで1957年ね、西ドイツでこう開発された、まあ、夢の睡眠薬みたいな感じでね、こう全世界に発売されたんですけども、まあ、妊婦さんのね、まあ、つわりのお薬でとか、それからまあ睡眠薬にね、こう用いられたんですね。サルドマイドをね、取った妊婦さんの子供が、相次いでこう危険の子が生まれてしまったということで、まあ、結果的にね、そのサルドマイドによる、まあまあ、訴訟とかが起こって、 まあ若いとか、まあそういった歴史があるわけですよね。で、このサイドマイドの事件の時に、まあ得られた教訓としてね、まあ薬、日本ではね、まあ、薬の、まあ、認可をする時にはですね、 必ず薬物がですね、どこにこう分布するのかと。まあ、妊婦さんとかね、子供にこう影響が出たんですけども、結局、胎児とか胎盤とかね、まあ、卵巣とかそういったところにこう蓄積していくっていうことがあるんじゃないかということで、薬物のその代謝状況とかね、分布とか、そういったことがこう重視されるようになったんですね。だから、まあ、薬物のね、その添付にも必ずそういった研究結果を載せるようにってことがこう決められたわけなんですけれども、 まあ結果的にですね、このサリドマイドっていうお薬はいい薬だと思って出していたら、結果的にですね、後になってですね、何年か経ってみて分かったということなんですね。だから、販売停止になるまでですね、約5年ぐらいかかるんですけれども、まあそれぐらいの間ずっとこう投与されていた、疑わしい点を投与されていたことがあったんですが、まあ副作用があると分かって開始するまで5年の年月を要したっていうことなんですね。 まあこういったいわゆる薬害っていうのはそのいわゆるね、エイズ薬害エイズの問題だとか、あと C 型肝炎ですね。まあそういったものの時にも、まあその時はですね、わからなかった病気とか、分からなかった副作用はですね、後に発覚するっていうことが起きているんですね。で、発症風とかのね、ワクチンとか。 でも同じようなことが起きていて、戦後直後、1948年にですね、その発症風ジフテリアの予防接種の事件っていうのが起こっていて、まあそれはですね、も、ま、う、あ、1948年ね、まあ、GHQ の命令で日本が予防接種法っていうのを作ってですね、強制的に予防接種しなさいってね、まあ国がその衛生状態が悪い頃だったんで、予防接種しなさいっていう義務付けが行われて、行われたんですけども、ある一定のそういったバイアルに入ったものがですね、滅菌されてなかったんですね。 で、破傷粉の毒素をこう入れてあるやつが、その毒素の滅菌が不十分で、まあ、毒素を打ってしまったと。まあ、その結果ね、まあ、死亡する事件が多発したっていう事件があるんですね。で、ホルマリンそのもので、まあ、滅菌していたんですけれども、注入が不足していたとかね、入ってなかったみたいな、そんな事件なんですが、結局、こう、バイアルの中に入っているものに何が入っているかって分かんないという状況なもんですから、打つ方も分かんなくて打っちゃうわけですよね。で、打つ方も別に良かれと思って打って、で、いいことをしてると思って、 で、打ってたら、結果的に悪いことが起こったっていうことが、まあ、薬害の歴史としては、ずっとずっと繰り返されたんですね。で、同じくワクチンだとね、あの、3種混合ワクチン、ジフテリア百0 2破傷風っていうもののワクチンを打ち始めた頃にですね、えー、全国でこう接種事故が起こった。これは1974年、75年の頃なんですけれども、まあ、1 0っていうね、まあ、細菌の成分がそのまま入っているものを打つとですね、結果的にですね、ワクチンの毒性が強くて死亡しちゃったというやつですね。 で、それもですね、結局問題解決するまには7、8年要して、えー、改良型のですね、100席のこの毒性をと取ったワクチンができるまで7、8年かかったわけですね。だから最初に良かれと思って打ったやつが、結果的には良くなくて、改良して改良して良いものができてくるって、そういった歴史なわけです。で他にもね、新3種混合ワクチンと言われるね、まあ、MMR、発した大型腹風風疹風のワクチンもですね、同じく、 初期の頃のやつっていうのはですね、発熱とか痙攣とか、ね、応答を伴う無菌性髄膜炎とか多発したんですね。で、結果的にはですね、そういったその初めて導入するワクチンみたいなやつっていうのはですね、まあ、小規模のその安全性が評価されてもう結局大量に打った時にどんな副作用が起こるかわかんないよってことはですね、肝に銘じて 望まなきゃいけないっていうことなんですね。もう少なくとも知見と言われるものであったりだとか、それからもう小規模の検査っていうのはですね、あくまでもまあ開発段階のですね、有効性とか安全性というのは限定的なものだよっていうふうに考えなきゃいけないと。というのは、まあ実際に広く使うようになるとですね、まあその年齢とか性別とかね、それから合併症を持っているかとか、それからどんな薬を飲んでいるのかとかね、いろんなタイプの人がこう使うことなんですね。 だから、ま、人数も少ないし、限られた期間しか観察していないとなると、ま、思いもよらない副作用っていうのは、どんどんこう出てくるわけですよ。で、あとはですね、こういった試験というのは、本当に得たい結果を見るための試験ではなくて、その代わりになるものを見て、試験が有効であるかですね、安全であるかと見ていることが多いんですね。例えば、ワクチンを打ってですね、ある肺炎の死亡を減らしたい、亡くなる人を減らしたいという目的で、こうワクチンを打つとするとですね、 えー、実際に死亡するかどうかを見るというのは時間もかかるし、それから、えーまあ、数が少ないんでね、試験結果としてはなかなか出せないことが多いんですね。だからその、まあ、代用のエンドポイントって言うんです代用のエンドポイントでね、風邪のひく人が少なくなるかどうかっていうのを見たということなんですけど、実際に風邪をひく人が少なくなったからといって死ぬ人がですね、少なくなるという証拠にはならないんですね。 だから結果的にはですね、後から後から調査するっていうことが非常に重要になってくると。だから、まあ多くの薬はね、使われるときに仮免状態、仮の免許で出てくるんですね。で、新薬っていうのは必ず市販後の調査が大事で、なぜなかというと、その市販後ですね、臨床試験の後のその市販後が一番危ないっていことがですね、分かってるんですね。 まあ人種差っていうこともあるし、いろんな人に使うってことは一気に広がるんで、実は副作用が出るときっいうのは、使い始めた直後だってことは、もう教訓的に分かってるわけなんですね。で、実際はその薬をですね、まあどんな形で使うにしろ、ある程度長く使ってみて初めてですね、安全である、有効であるということを言ってよいんですね。だから、どんな薬でもですね、使った直後に安全であるとか有効であるということは言えないということは、歴史的に証明されているんですね。 C 型肝炎というね、まあ、疾患が大量に起こってしまった C 型肝炎事件というのがあるんですけど、これはですね、フィブニノーゲンというですね、血止めの薬を、まあ、婦人科のね、手術後によく使ってたんですけども、その中でね、加熱されていないフィブニノーゲンを使っていたことによって C 型肝炎が多発してしまった。当時はですね、実は肝炎といっても C 型肝炎というものが存在しているというのは知らなかったんですね。 だからみんなわかんないけれども、なんか謎の肝炎が起こるよみたいな話してたんですけども、それが C 型肝炎であるっていうことがですね、わかるのに20年以上かかったという歴史的経緯があるんです。ですので、そういったことを踏まえるとですね、わ、まあ、からないことが起こるのが当たり前というものなんですね。その C 型肝炎のね、裁判とかそういったことがいろいろ起こってですね、 結果的に、えー、厚生労働省の薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための委員会というところがね、最後に提言を出すんですね。2010年のことですけども、まあ、薬害再発防止のための医薬品行政の見直しについてという、まあ、提言、最終提言が出ているんですが、その中に書かれていることで、薬害というのはどうして起こるかというと、まあ、最新の知見が不足していたというよりも、えー、リスク情報を不当に軽く見る、軽視することによって、 え、適切な対応対策が取られなかったことによって発生する場合があるということをまず知っていなければいけないと。それから、え、入手してた情報ですね。情報を誤って、ま、行政が規制するという意思をですね、ま、示さなかったことによって、ま、本質的にそういったことが起こるんだよってことが書いてあるんですね。実は、サリドマイドの事件もですね、厚生労働省は、当時の厚生労働省はですね、えー、 危ないという情報は入手していたんですけども、科学的根拠がないってことで知り続けてしまって、そのまま販売を続けてしまっていたという歴史があるわけですね。ですので、まあ薬害というものはですね、まあ使い始めの直後にやっぱり起きるんだよということ。で、やっぱり懸念があるということは事実で、そういった懸念がね、あるということを踏まえてですね、前例つ、まあ、 ちゃんと調査して、すべてのその副作用ですね、チェックしていかなければ、思いもよらない副作用でね、何年も経った後にですね、偉い目に遭うことがあるということを歴史的に学んでいかなければいけないんですね。僕たちは医学という世界にいるわけなんですけども、これまでたくさんの薬が出てきて、そして消えていくのを見ているんですね。 で、その時はですね、最初は良かれと思って出していたら意外とその副作用が多かったとかね、まあガンが発生するとか、死亡が発生するとかね、それからひどいアレルギー反応が出るだとか、まあいろんなことを見てきました。僕の短いね、その医師のその生活だけでもね、いろんなのを見てきたんですけれども、いろんな歴史を紐解くとね、他にもこう有名な事件がいっぱいあるんですね。 ですので、まあ、新しい薬とかね、そういったものに関しては、要注意が必要だよっていう態度をね、まあ、医療従事者も持ってるべきだし、で、そこの結果が出るまではですね、有効であるとかね、安全であるというのは、最終的にはね、判断できないっていうことをですね、まあ、改めて強調したいなというふうに思います。まあ、ちょっとね、難しい話だったかもしれないですけども、まあ、医学とかね、まあ、薬学っていうのはですね、まあ、まあ、人類に投与しながら、失敗した歴史で成り立ってるんですよね。 で、結果的に良かったら良いんですけども、まあ悪かったっていうこともね、少なからずあって、その時はまあ修正して、まあ人類のね、知恵を使ってですね、改善していくってことをしていけばいいと思ってるんですね。 だから、えー、まずは安全側に、あの、再度にね、判断をするっていうことが大事だと思いますし、まあ、本当に有効であるということを示すためのね、まあ、その特別な運、例えば、まあ、小児とかね、老人っていうのは、まあ、分けて考えなきゃいけないんで、そういった人たちはね、別途、まあ、検査をすること、それから外国のデータに関してはね、日本人にとって本当にいいかどうかってのをチェックすることとか、結構大事なことがいっぱいあるんですね、新薬には。ですので、新しいものを使うときには、そういったことを踏まえてですね、 まあ、安易にね、新しいものがいいものだっていうふうに飛びつかないようにした方がいいなっていうのが、まあ僕の教訓として持っているので、まあそういったスタンスでいったんですね。だから皆さんも、まあ新しく癖が出たよって言ったらね、ちょっと先生くださいなってことは、まあ気軽に言わずにですね、ちょっと様子見てからの方がいいですよってこともね、覚えておいてもらった方がいいと思います。まあ今日の話で役に立ってたよって方は高評価のボタンをお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。